井上菊子は、日本の女性声優、ナレーター、歌手。本名、熊谷菊子。特技、稼働。資格、免許、中学国語教員免許、学校図書館、司書教諭免許。所属事務所は、オフィスアネモネ及びベルベットオフィス。長女は、声優の井上ほのばな。もともと文学少女で、三島幸夫や太宰治を好んで読んでいた。教員となるために、 短期大学で中学校の教員免許を取得したが、教育実習先の中学校で生徒に見くびられ、放題だったことに愕然として、教師になることを挫折する。就職活動中であっただけに、友人たちが仕事が決まる中で自分は挫折したことから将来に悩んでいたが、その時期にアタックナンバーワンの再放送を見て、その放送会が非常に感動できるエピソードであり、 大人の自分をこんなに感動させたことに感銘を受け、声優を志す。1989年に放送を開始した、ランマ1、2のテンか墨役でブレイク。デビューしてから数年間は、穏やかなお姉さん、優しいお母さん役、ああ、女神様のベルダンディのような清楚な女性役が多かったが、1990年代後半、頃からは少年役や、 強い女性、気性の荒い悪役などもこなすなど、役幅が広がっている。1990年代は冬場弓、久川彩と仲が良く、イベントやライブでの共演も多かった。高田真理子とは、ママレードボーイで共演して、以来の親友である。1994年、優美のお魚で、ソロデビュー以降、オリジナルアルバム7枚、シングル2枚、ベストアルバム3枚を、 ポニーキャニオンから発売している。また、1996年から月刊お姉ちゃんと一生同レーベルより毎月発売するなど、個人名義でのトークシ d リーの発売も多い。なお、キャラソンについては、ソロやユニット含め300曲以上のリリースがある。本人が声優を始めたばかりの頃は、声優が歌を歌うことが定番とは言い切れなかったため、歌を担当させてもらえることは、 当時の井上にとっては夢のようなことであった。親友の高田と比べると歌手活動はあまり大々的には行ってきておらず、2017年の高田との対談ではそれについて触れている。自らを17歳と称しており、周囲におよい,おいと突っ込みを入れさせることまでがパターンとして定着している。井上菊子17歳ですという自己紹介を真似て、 永遠の17歳を宣言する声優たちが現れたことから17最強なるものまでが誕生した。17最強に入信する一つの目安として、トモホルンリンクルが気になる頃と挙げている。17最強は2008年の新語辞典、現代用語の基礎知識2008に収録された。これが女性声優を青年非公開とさせることにつながっている。実施は井上が所属する。 事務所のオフィスアネモネの代表と井上のマネージャーを務めている。長女、ほのばなも同事務所に所属していて、17歳の誕生日を迎えた2015年には、声優、歌手としてデビュー、さらに2017年には、異世界はスマートフォンとともに、にて、姉妹役で共演を果たしている。2018年には、パズドラにて、母娘役で共演を果たし、 邪神ちゃんドロップキックでも11話の風船を機に引っ掛けた親子のシーンにて親子役で共演をしている。今まで最も演じやすかったキャラクターに長年担当している島次郎のお母さんを挙げている。後輩声優の内田真也は目標とする人物に井上を挙げている。太字はメインキャラクター。同人ゲーム担当女優映画、ドラマアニメはインターネット配信。 AM ラジオ FM ラジオ BS デジタルラジオインターネットラジオありがとうございます。